ご視聴ありがとうございます。ですね、今日はですね、ちょっと気になったことがあったので投稿してます。プレイヤー扱いの、売り切れとか、そんなお話です。皆様、FF7 リメイクのプレイヤー扱い予約されました？先発組のこちら4体です。もちろん私は全部予約済みでございます。で、購入キャラ迷われてる方とかっていますかね？ですね、クラウドとか発売が早いとかお話ししたじゃないですか。最近ちょっと気になって調べてみたんですけど、結構ですね、在庫切れっていうのが出てきたんですね。クラウドさんなんですけど、これヤフーショッピング見たんですけど、まあ、みやみさんとかデジタミンさんみたいな、超大手は、全然あるみたいなんですけど、ですね、9店舗予約してたみたいなんですが、結構在庫切れになってるんですよね。1,2,3,4,5,6 店舗はもう売り切れです。で、楽天も見たんですけど、私すいません、あまり利用したことないんですけど、見るとこっちも9店舗あって、7店舗売り切れになってるみたいです。まあ、ヤフーと重複してるお店もあるんですけどね。あとすいません、後から在庫復活とかあるかもしれないので、本当に売り切れなのか後から復活なのか、わからないので、あまり当てにしないでいただければと思います。あとですね、ちなみにこのホビーストックさんとかもあとわずか表記になってるんですよね。で、それで気になって、ホビーストックさんのプレイヤー扱い見ると、これ全部残りわずかになってるんですよね。これって受注の受付期間が終わってそうじゃないですか。まあ、仕入れ元がどんなところになるかとかにもよるかもしれないんですけど、ヤフーショッピングの方もクラウドが売り切れのところって、大体他のキャラももう在庫切れなんですよね。小さいお店ってもう受付終わりなのかもしれないですね。でも、まあ、以前に、値段比較なんて動画出したんですけど、やっぱり大手な感じのお店は、どこも全然大丈夫な感じでした。みやみさん、デジタミンさんはもちろん、あとアマゾンとかもまだ割引で予約できますし、駿河屋さんとか、めぐらいさんとか、ヨドバシとか、やっぱり大きそうなところはまだ全然大丈夫そうな感じがしました。まあ、でもですね、こうやってまとまった売り切れってのが少し目立ち始めてきたので、なんとなく動画投稿してみました。こうやっての、小さい小売りみたいなお店とかだと売り切れなんていうのも、出てきましたので、悩んでる方、ある程度そろそろ決断した方がいいかもしれないですかね。こんな感じだと、例えばクラウドが7月、発売した頃にやっぱりバレット欲しいなんてなると、さすがにもう受付とか切ってるだろうし、あとはお店がどれだけ数持ってるかっていうくらいですからね。あと割引もだんだん渋くなったりもします。なので、とりあえず安く安心して買いたいとかだと、そろそろ決めた方がいいかもしれないですかね。でも、ちなみにバージョン1の方のクラウドは、売り切れにならなかったんですよね。まあ、もちろん小さいお店とか結構在庫切れなんてすぐなってましたけど、やっぱり大手、アミアミさんとかその辺だとずっと在庫ありで残ってたんですよね。アマゾンとかも普通にしばらく売ってましたし、そうやってもちろん売り切れになるとは限りませんので、ギリギリセールになるか見極めるっていうのも、いいのではとも思います。あと、もちろん重要なのが、出来がどうなるかわからないっていうところ怖いですからね。待つのもしょうがないっていうのもあると思います。予約って本当難しいです。はい、ではですね、こんな感じで終わりです。ちょっとした情報だけの動画でした。今後もですね、ちょっとした小ネタみたいなのあったら、投稿していきたいとも思ってますので、よかったらまた見てください。あとですね、週末にですね、これ、開封動画投稿します。今更って感じですかね。まあ、ネタつなぎなので許してください。興味あったらぜひ見に来てください。ではですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。